こんにちは。追い出し部屋って聞いたことありますでしょうか。日本の企業は簡単に自社の社員を辞めさせることができないので、辞めてほしい社員に対して会社が圧力をかけて、社員側から自ら退職を申し出るよう仕向けることがあり、そのために用意された部署または部屋のことを追い出し部屋と言います。今回はそんな追い出し部屋で実際にどのようなことが行われているのか、私たちと一緒に事例を見ていきましょう。3つ取り上げます。動画でのケース紹介の後に、どの追い出し部屋が一番ヤバかったか、入りたくないか、アンケートを取りますので、よろしければお答えください。それではどうぞ。キャリアデザイン室。まずはこちらの部屋を見ていきましょう。キャリアデザイン室、なんか難しそうな名前になっていますね。この部署を設立した企業による、この部署の説明文を読み上げます。この部署に配属された社員のスキルアップを促進する部署です。キャリアデザインとは、その社員が将来的にどういったキャリアを歩みたいかを考えることで、ここはそれを実現するための準備を行える部署となっています。現在250名が在籍しています。とのことです。さて、ではこの部署の実態を見ていきましょう。実質、会社にとって転職させたい社員の転職準備室となっています。この部署での業務は、自身のスキルアップにつながることなら何でも良い、とのことです。英会話を学ぶ、パソコンスキルを習得する、ビジネス書を読む、など、週に1回、人事担当との面談があり、業務状況の確認、という名目の転職活動をきちんとしているかの確認がなされます。それでも転職せず、会社内に残ろうとすると、2年後に簡単な業務しかない部署への転職となります。なお、この部署に所属すると、人事評価は最低レベルとなり、在籍し続けると給料はダウンしていきます。ノルマなし、課題なし、残業なし、やりがいなし、いろんなものが、なし、となっていますね。この部署で会社への貢献ができるとしたら、早く転職先を見つけて、会社を去ることだけでしょうか。業務は転職準備するだけの追い出し部屋、キャリアデザイン室の紹介でした。サポートチーム。次にこちらの部屋を見てみましょう。この部署を設立した企業によるこの部署の説明文を読み上げます。サポートチームは各部署への適正な人員配置や生産性向上を目的として導入しています。忙しい時期に広報部門の社員が店頭営業の支援に入ることがあり、そのサポートを行う専属のサポートチームを作成することで業務効率化を実現しました。現在50人が在籍しています、とのことです。さて、ではこの部署の実態を見ていきましょう。この部屋、在籍社員50人に対し使用できるパソコンが3台しかありません。椅子の人数分はありません。ロッカーも満足にないですね。こちらについての企業側の見解ですが、業務は各店舗に赴いてサポートを行うことであり、この部屋は執務室ではなく、あくまで中継地点という位置づけであるため、備品は人数分揃えていない、とのことです。実際の業務である各店舗でのサポート業務は、お客様整理、棚整理など、学生アルバイトでもできるような内容ばかりです。サポートチームに所属する社員は、もともと部長や課長をされていた方が多いので、管理職のキャリアを積んでいる人が突然アルバイトのような業務となったら、プライドの面からしんどそうですね。業務は雑用だらけの店舗応援チーム、サポートチームの紹介でした。第2営業部。最後にこちらの部屋を見ていきましょう。この部署を設立した企業によるこの部署の説明文を読み上げます。こちらは親会社からグループ会社に出向してきた会員を対象に設立された部署です。営業活動業務の習得ができるよう様々な配慮を施しています。1名のみの在籍となっております、とのことです。さて、ではこの部署の実態を見ていきましょう。営業部にはたくさんの人がいるのですが、その隣の第二営業部には1名のみの在籍です。誰もいない長机だけ並んだただ広い部屋にポツンと1人のみですね。本来所属しているはずの営業部に席はなく、朝礼や会議に参加できない、歓送迎会や忘年会に呼ばれない、組織の共有フォルダにアクセスできない、といった仲間外れをされてしまいます。また指示された業務内容もヤバくて、1日100件の飛び込み営業にノルマが課せられます。これは1日の業務時間を8時間とした場合、1件あたり4分48秒で回らないといけない計算なので、相当ハードですね。そんな中、やっと取れた契約も、上司によって難癖をつけられて、契約不成立とされてしまいます。嫌がらせの総合デパート、第2営業部、の紹介でした。い
以上、ヤバい酔い出し部屋について3つ紹介しました。一番ヤバそうなのはどれだったでしょうか？番号でご回答くださいね。アンケートにご協力いただきありがとうございました。ちょっと思ったのが、追い出し部屋作っちゃう会社って控えめに言ってヤバいので、できるだけ早く転職した方がいいと思うのですが、なかなかそうもいかないですよね。簡単に辞めづらい事情がある場合は、常日頃から自身のブラッシュアップをして、追い出し部屋に行くことのないプライオリティの高い人材になっておくのも大切かなと思います。さすがキリちゃん、意識高い。皆さん、この動画はいかがでしたか？良かったと思っていただけましたら、いいね、高評価をいただけると嬉しいです。ニコニコ動画のいいねコメントで、先ほどキリタンが発した意識高い用語の説明をしています。もしよろしければ見てみてください。おしまい。